1536年、陸奥国で誕生しました。父は陸奥宗久で、伊達氏の家臣団の一員でした。幼少期から武術を学び、優れた剣術の腕前を持つ武将として成長しました。1560年に伊達輝宗後の伊達政宗の家臣となり、主君の下で活躍するようになりました。1567年には主君、輝宗と共に奥州仕置に参加し、奥州の統一に尽力しました。1577年には伊達政宗の命により、会津地方の支配を任されました。1585年には会津を拠点にして、南欧地方の開拓や城郭の築城などの活動を行いました。1590年の小田原征伐にも参加し、徳川家康の軍勢と共に戦いました。安土桃山時代の政争においても活躍し、伊達家の政治的地位を確立するために尽力しました。1600年の関原の戦いでは東軍に属し、伊達家の勢力を拡大する一翼を担いました。1604年には伊達政宗の命により、長年の功績に報いられて宇和島城主に任じられました。